生命科学研究科高次生命科学専攻高次細胞制御学分野の杉田雅彦です。免疫系の最大の特徴は無数の抗原に対して特異的に反応することです。私が内科医だった1980年代から90年代にかけて、その抗原特異的な免疫応答の分子機構が明らかにされてきました。細胞に発現した MHC 分子はタンパク質断片であるペプチドを結合し、これを特異的に認識するアンテナ、すなわち T 細胞抗原受容体を発現した T 細胞を活性化します。これによって抗原特異的な免疫応答が弱気されます。すなわち免疫の標的はタンパク質です。しかし私は内科医として病気を見ていくうちに、免疫の標的は本当にタンパク質だけなのだろうかと疑問を持ちました。全身性リテマトーデスという病気ではリン脂質に対する抗体ができます。ギランバレー症候群という病気では糖脂質に対する抗体ができます。これらの病気は私たちの免疫系が脂質に対しても特異的に反応できることを示しています。私たちの研究から脂質を特異的に認識する免疫機構の存在が明らかになってきました。グループ 1CD1 分子と呼ばれる分子は脂質を結合し、これを特異的に認識する T 細胞抗原受容体を発現した T 細胞を活性化します。すなわち抗原特異的免疫応答はタンパク質を標的とした MHC 依存的経路と脂質を標的としたグループ1依存的経路の両者の相和として成立すると考えられます。では脂質を標的としたこの新しい免疫経路は感染防御にどのような働きをしているのでしょうか。結核菌は気道から肺へ到達し、そこで増殖します。体内にはグルコースが多量に存在しますので、結核菌はそのグルコースを利用してグルコースモノミコール酸 GMM と呼ばれる脂質を作ります。すなわち GMM は体内増殖結核菌のマーカー物質となるわけです。そして私たちの免疫系はこの GMM に対して特異的に応答することができます。樹状細胞や活性化マクロファージに発現したグループ1CD1 分子はこの GMM を結合し、これを特異的に認識できる T 細胞を活性化することが分かってきました。さて皆さんは BCG ワクチンをご存知でしょうか。 BCG とは病原性を弱めた結核菌の仲間の菌を生きたまま接種するワクチンで、現在世界中で使われている唯一の抗結核ワクチンです。その効果はスベルクリン反応、すなわち結核菌が作るタンパク質を皮内に接種して皮膚の腫れを見ることによって調べます。これは動物実験ですが、 BCG を接種していない個体ではスベルクリンに対して反応が起きないのに対し、 BCG を接種した個体ではスベルクリンに対して反応して皮膚が腫れます。同様の反応は GMM を皮内に接種することによっても観察されます。BCG 非接種個体では GMM に対して反応しないのに対し、 BCG 接種個体では GMM に対して反応します。すなわち BCG という菌の接種によってタンパク質特異的免疫応答だけでなく脂質特異的免疫応答も起きていることがこの例から分かっていただけると思います。では細胞レベルではどのような反応が起きているのでしょうか。
結核菌に感染したマクロファージにおいて CD1 分子は GMM を結合し GMM 特異的 T 細胞を活性化します。活性化した T 細胞はマクロファージ活性化因子を分泌します。これによって活性化されたマクロファージはマクロファージ有層因子や T 細胞有層因子を放出して感染の現場にマクロファージや T 細胞を呼び寄せます。こうして感染を防ごうとするわけです。私たちはこの GMM が脂質ワクチンとして有効ではないかと考えています。動物に結核菌を摂取すると4週間後にも脾臓で菌を検出することができます。一方あらかじめ GMM ワクチンを摂取しておくと脾臓での菌数が顕著に抑えられることが分かりました。すなわち GMM が結核を予防するワクチンとして有効であることを示しています。結核菌に対抗する免疫として脂質免疫を紹介してきました。結核菌は細菌ですが、さてウイルスはどうでしょう。ウイルスは固有の脂質は持ちませんが、脂質を結合したペプチド、すなわちリポペプチドを作ります。私たちの最新の研究からエイズウイルスが作るリポペプチドに対して特異的に応答する T 細胞の存在が分かってきました。このように免疫の新たなパラダイムとして脂質免疫は次第にその全容が明らかになりつつあります。そして脂質ワクチンという新たなコンセプトのワクチン開発が進められようとしています。